こんにちは。こんにちは。ということで、今日の進行は私になりましたね。中華料理、春巻き対餃子ね。まあ餃子が勝つに決まってるんだけどさ。ああ、もうそれも選んだ時点で、負けっていうのは決定してますよ。ね。まあそれでもまあ、春巻きっていうことですよ。私はね。まあ、ね、無理やり、ね、餃子先に取ったから。ということでございまして、はい、それではですね、まずはですね、先日で、ジャララを卒業した青葉ちゃんからのね、質問です。はい。テーマカラーは。テーマカラー、うん、ね、普段身につけてる色とかね、はい、まあ大田美智子ならこの色とかね、はい、群青色とかそういうことですけどね。なんかよどんな、なんか暗いもん、なんかどんな色ですかみたいな、そんなイメージの、うん、そんな色ですが、はい、大田美智子はいかがですか。今のね、カジちゃんの群青っていうのね、うん、ちょっとなんかその言葉の響きはあんまりね、うん、なんかちょっと明るくないんですけれども、うん、あの好きな色はね、青。なんかね、ちょっとまあいろんな理由もあるんですけれども、うん、今私があの気に入って乗っているあの爆走車、うん、これがね、あのスバルブルーという青なんですよね、うん、そんなのもあって、あの青い色はなんか目についてしまいますね。でもね、うん、テーマから少し前まではね、オレンジ色が好きだったんですよね。ちょっと暖かい感じがして、うん、でね、なんかあのお家を建てるときに、あの壁の色をオレンジにしてくださいっていう私の希望で、当時はあんまりそういうね、なんかね、派手な色をお家に使わなかったんです。まあ今はいろんな色あるんですけど、うん、でね、オレンジにしてもらったっていう記憶はあるんですよね。おー、でも洋服はね、オレンジとか。オレンジの壁の色なの？そうなんですよね。もう今くすんじゃってわけわかんなくなってますけどね。当時のあのオレンジっていうイメージはない。ちょっとかなりくすんじゃった、なんかオレンジみたいな、そんな感じね。そこにかけた。くすんじゃってますけどね、うん、はい、うん、で洋服はね、オレンジ青はそんなに着ないですね、うん、どっちかっていうと、まあ、うん、ピンクとか、あとは、まあ、ピンクもあんまり着ないか、うん、やっぱ茶色とか、うん、まあ、黒とか、そんな感じになるでしょうかね。群青色とかね。いや、また群青色ね。でもね、群青色も嫌いじゃないんですよね、うん、色としてはね。なんか青っぽい感じで。うん、青っぽい。紺は好きです。紺色みたいな感じの色だよね、群青色ってね。ね、紺色のもっと濃いような、そんな感じ、はい、うん。そういう色は結構選んでしまいますね、なんか買うときに。うん。かいちゃんは？私は赤だったんだけどね。あ、赤ね、赤のイメージ。最近はそうでもないなというね、うん、そんな感じがしてますよね、うんうんうん、自分の好きな色って黄色だなと思ったのよ。はい、黄色がね、結構好きで、はい、まあ身につけることはあまりないのかもしれないけど、うん、あ、黄色が好きだなという、うん、黄色いひよことかね、うん、あ、はい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 、はい、あ、ひよこちゃんのね、うん、トゥイティとかね、はいはいはい、キャラクターがね、それからスマイルちゃん、スヌーピーのお友達のウッドストック、あ、はいはいはい、あとスマイルとか ね、うん、そういうのが見るとみんな黄色だなとかと思って、確かに、あ、黄色好きなんだな、うん、俺とかね、思ったりなんかしましたね、はいはい、あ、好きなキャラクターね、うん、その色もありますよね、まあ、ということでですね、はい、そんなような感じで、まあ時期によってね、色もね、好みの色も変わってくるんで、確かに、うんうん、それによってまたちょっと違ってくるのかなというふうに思います。ただ、年だからこの色じゃなきゃダメだみたいなね、そんなふうにはね、うん、思いたくないなというふうには思ってます、ね、はい、さあ、それではですね、今日はですね、何をどうのこうのということですが、はい、携帯の写真を見せて、あ、持ってきてなかった、ごめんなさい。負けたのは誰？俺だ。あ、俺だけか。俺だけなの？俺だけです。何？やだな、人の。私と一緒の写真が写ってたら面白いですよね。なんかこうプライベートでね、一緒にこうワイングラスかなんかこう傾けて、二人でこうグラスキスとかしてたらおかしいです、ね。一番なんでもない、なんでもないところ。なんでもない写真。いや、もうめちゃめちゃ怪しいやつ、怪しいやつにしてくださいよ。なんか意味深なやつにしてくださいよ。意味深な写真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 。本当ですよね。意味深な。意味深、意味深。意味深な写真。何ですか？お、あ、サンタクロース？これ昔の、うん、クリスマスツリーにぶら下げた、サンタクロース。ああ。
よくこんなのぶら下がってた。なんかモールかなんかで作った。そう、こんな写真がですね、いい、もう見つけたんで、あ、これちょっと今ないよな、思ってですね、思わずね、こう撮って、保存しちゃったんですけどね。あとないんですか、お尻の写真とか。いや、そんなのこの間ちょっとお尻がね話題になったから。それどこで、ね、この間の日曜日の、夕焼けっていうね、すごい。今度かんちゃん写真展広いと、あ、綺麗。これはね、十勝川の堤防じゃないかな、堤防ですね。帯、お前ね、帯広だろ。十勝川なんだから。これ鉄塔だったりなんかさ、さっきのね、ここのところにはね、この下のところには多分あの十勝大橋がちょっと映ってると思うんだけどね。十勝大橋の辺なんだ、変じゃないよ、相当離れてる。あの、なんだろう、薩内川の、合流のあたりだから。そうなんだ、随分東の方。あとはね、見せられる写真って、綺麗だして今の。見せられない写真が多いんですか。見せられる写真、見せられる写真、見せられる写真、見せられる写真だな。見せられないのも見せてくださいよ、この際だから。もう、見せられないのは見せられません。 YouTube 動画面白いっていうメッセージも今日いただいてね、どうもありがとうございます。これ随分前の話、前の写真がね、復活してきたんで、復活で、最近見つけたんで、また、ダウンロードしたんですが、はい、舞津とですね、舞津がね、まあ、結成何周年だったかな。なんせ、肉の五右衛門が、開店1周年かなんかの記念で、北英国交流広場でライブを、舞津のライブと、それと焼肉会みたいなのをやったんだよね。その時司会を頼まれて、はい、でその後の打ち上げの時の、写真ですね。舞津の2人と、あとお手伝いのね、彼は本別のね、大作の社長さんですけど、ね、はい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 、こんな感じ。なんで私呼ばれなかったんだろう、この役に。なんで呼ばれるの、なんで呼ばれなかったの、なんで呼ばれるの。元木くん電話ちょうだい。ちょうだい。意味わかんない。もう中止ないから、もうちゃんとしないから、もう何もしないから呼んで。あと、はい、最後これね、この間ね、上友人さんって昔ね、メッセージよくくれていた、毎日くれていたね、人がいたんですが、切り絵が得意でっていうか趣味でね、で、その、最後のって言いますかね、一応最後のって言ってたけど、ファイナルっていうことで個展をやってたんですね。それを見に行った時の写真ですね。素敵ね。こういうのをですね、たくさんね、我々、ね、顔を、切って、ね、くれました。以前の、なんだ、ジャガパーティーの時にね、いつも聞いててくれて、メッセージくれてたんで、だからほぼほぼもう15年ぐらい前の話だと思うんだけど。ね、もうね、まあ、上友人さん自体がですね、あの当時で、学校の先生だったんでね、で退職した後だったんで、でいくつになったんですかって聞いたら80過ぎたっていう話で、髪の毛は真っ白だったけど、でもなんかまだまだバイタリティいっぱいでね、まだまだ、いや、なんか最後なんて言わないでくださいっていうふうに言ってきたんですが、また見れたらいいなというふうに思って、まあそんなことを思っているとですね、我々、たくさんの方にですね、支えられて、こうやってねやってこれてるんだなということをですね改めて、感じる、そんなね展示会だったんで、はい、写真を撮ってまいりました。はい、こんなところでよろしかったですか。まあ許してあげましょう。本当はお尻見たかったけどね。お尻の写真か。